国鉄は不2万2 0二千経過車は、かつて日本国有鉄道及びその前身である運輸省に在籍した有害環球貨車である。本形式は1947年から1948年にかけて日本車両製造本店、支店、近畿車両、帝国車両工業、汽車製造東京支店、荒木南車両で975両が製造された2トン席。 二軸有害環球者である。大正期に製造された和風600系、和風3300系等の老朽木星環球者の置き換えのために製造されたものである。戦時の輸送力増強の要請から貨物出重士の設計であった戦時設計の木星車である全球和風28000型に対し本形式は戦前の車掌出重士の構成者。 和風2万1000型に準じた設計となった。ただし、同形式の車軸が長軸であったのに対し、本形式では12トン単軸とされており、車体も溶接構造とされているのが相違点である。貨物室には幅1200ミ、mm、リメートルの構成変引き戸が1箇所に設けられている。貨物室の寸法は、 長さ2430 mm、幅2190 mm、高さ2200 mm、床面積5.3平方メートル、容積11.7立方メートルである。全長は7830 mm、全幅は2640 mm、全高は3685 mm、軸距は4200 mm、地長は8.9トンで、車軸位置は 貨物室側にオフセットしてあり、車掌室側のオーバーハングは 1615mm、貨物室側のオーバーハングは 1215mm である。当初は車掌室内に電灯及びストーブは設置されていなかったが、1963年に車軸発電機及び蓄電池箱、ストーブが設置された。走り装置の軸羽熱流けはリンク式で最高運転速度は 時速 65km であったが、1968年10月1日、国鉄ダイヤ改正で実施された、貨物列車の速度向上に向け、本形式の大半が走り装置を二段リンク化して、最高運転速度時速 75km 対応とされた。未改造車は、速度制限車として、補助記号、ロと、黄色の帯を表記して、和風12万2000型に解消された。 1968年度末時点の在籍量数は、和布22000型が917両、和布122000型が46両であったが、老朽化によりを8000系統に置き換えられ、和布122000型が1976年までに、和布22000型が1981年までに、全社廃社となった。1976年2月24日認可で、5両が、 同和工業型紙鉄道に譲渡され、ワフ100型となった。これらは入線の際に、2役扉を埋め込んで、貨物室側にも、出入台を増設する改造を受けている。1984年2月1日に、緩急車の連結が廃止されたため、ワフ101は、同年3月31日、ワフ104は1985年。 ワフ105は1988年3月31日付で廃車となり、残るワフ102、103については1991年7月1日の廃線まで在籍した。島原鉄道へは2両が譲渡されて、ワフ22型となった。これらは貨物列車や郵便荷物輸送に使用された。貨物廃止後は、 南島原駅構内で救援用として留置されていたが1994年1月13日付で廃車解体された。岡山県久米郡三崎町にある柳原ふれあい鉱山公園に和風102が保存されている。ありがとうございます。